こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病の原因としては心因性っていうものもかなりあります。例えば物事に熱中して燃え尽きやすいタイプっていうのは、これは自分の体調を顧みずに頑張り続けるっていうところがありますので、これは当然リスクとしては高くなってくると思いますね。もしこういった側面が自分の中にありそうということでしたら、もし調子が悪い時には少しブレーキをかけて自分を大切にする、ペースを落とすということを意識していただくととてもいいと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。